今日は2024年11月1日です。西武拝島線の拝島駅にやってきました。ここから先、新宿駅まで西武線が10両編成で運転をされており、急行列車が20分間隔でやってきます。また JR 青梅線とも競合を繰り広げている区間となります。今回はここからですね、西武線で一番少ない車両に乗ってきたいと思います。具体的には2両編成4本しか存在していない、9210という車両ですね。その車両が今回は急行列車に使用されるということでね、乗っていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。さあ、玉川上水方面からやってきました。黄色い電車、間違いありません。10両編成の新2線系ですね。情報によるとね、前8両が新2線系、後ろ2両が旧2線系ということになっていました。 LED、ね、フルカラー LED の電光信号もしておりね、おりますが、旧2線系や2線系電車のこの黄色い電車は2030年までに引退することが発表されています。急行電車ですね。折り返しも急行電車、西武新宿行きとなります。いやー、急に線系ってやつね、本当に少ないんですよね。しかも新宿線系統でしか知っていませんのでね、その急行に乗るっていうのはかなり嬉しいです。おい、どうしてだよ。おい、なんか違うじゃないか。これは新2線系だよ。どっからどっか見て新2線系だな。今の急2線はな、フルカラー AD のはずだからな。なんでだろうな。マジかー。おい、嘘。いや、嘘だ、絶対嘘だ。もう、いや、撮影失敗。ということでね、今回の動画は以上となります。はい、ご視聴ありがとうございました。さよならー。しょうがないのでね、とりあえずやっていきましょう。西武拝島新宿線系との急行列車車両もかなり面白いものですから、乗っていきましょう。さあさあ、各駅停車拝島駅が到着してきました。8両編成ですね。そうすると間もなくこちらも発車です。12時19分、列車は時刻通りに拝島駅を発車されました。この先、新宿線内田梨までは各駅停車となります。出発してすぐ新高校左側から線路がやってきます。こちらはですね、横田基地につながっている線路でして、週2回ほど鶴見方面からアメリカ軍の、ね、ジェット燃料を運ぶ貨物列車が運転されています。見方によっては日本で唯一の軍需輸送とも言えるわけです。すぐにね、 JR 青梅線や八高線と分かれまして、大きく北の方へね、進路を取っていきます。西武線はね、この特に拝島線、単線間が多いんですけれどもね、一部複線化がね、可能な用地もね、一応このようにね、準備はされているんですよね。河川中ともそのようなね、このように対応した結果となっています。ですがですね、結局ね、複線化、全線複線化というのはね、現在までまだね、事業が行われていません。最初の停車駅、西武立川に到着です。 JR 立川駅とはね、結構離れていますのでね、お間違いないようにご注意ください。もう駅の規模も全然違いますしね、こちらは割と閑静な、ね、住宅街ということになります。一面二線とかなり小さな駅です。この西武立川から先はね、西武拝島線複線での運転となります。線路が2本上下方向にあるんですね。西武拝島線では拝島ライナーという座席指定列車が運転をされていまして、かなり好評を博しているようです。ということでね、対向列車を気にせずね、走ることができます。ちょうど反対側から急行の拝島駅がやってきましたね。おそらくこの列車のね、拝島駅を20分ほど後に行ってるものと思います。これも新2線系ですね。私が今乗っているこの運用、拝島駅12時19分発の急行列車というのはですね、必ず新2線系がね、充動されるということになっています。現在唯一残りました2線系の、定期急行運用となっています。泉砂川と玉川上水の間、単線なんですけどもね、かなりスピードを出します。最高速度、ね、100キロぐらいまでね、到達することもあり、今回もそこまでね、到達しました。西武線内の最高速は105キロです。さあ、何やらモノレールの線路が見えてきました。あちらは多摩モノレールの線路となります。多摩センターと組北台を結んでいるモノレールですね。最近延伸も発表がされています。列車は玉川上水の駅に到着です。玉川上水からは列車の本数が増えまして、日中でも1時間に6本運転となります。
10分間隔ですね。玉川上水駅にはね、車庫が併設されていまして、新宿線系統の列車が、ね、多数配備、誘致をされています。新2線系だけではなくですね、普通の西武線の3万系スマイルトレインですとか、2万系電車、たまにはですね、配置もらえないよう4万系などもちょうど多くにいますね。いや、西武線の、ね、黄色い電車というのも、ね、かなり本数が減ってきました。今確かもう 20% を、ね、切ったんじゃないでしょうか。かなりね、減車をしてきています。おそらくあとここから5年ほど、東急9線系と小田急8線系のね、サステナ車両によってね、だいぶ動き換えられますのでね、記録は早めにしておきたいと思っております。さあさあ、電車はね、まもなく小川駅に到着となりますが、ちょうどあちら側から線路が見えてまいりました。あちらは国分寺線の線路ですね。国分寺と東村山を結んでいる路線、西武線で最古の路線の一つになります。小川駅では国分寺線とね、ダイレクトに乗り換えることができます。線路の構造上、拝島線と国分寺線が平面交差する駅ということになっています。そしてお互いに10分に1本ずつの間隔で運転が行われています。ですのでね、拝島線の車両と国分寺線の列車、必ずこの駅で行き違いを行う上、交互に行う運転がね、行われています。ですのでこの駅にね、降り立ちましたら、ほぼほぼね、10分以内の乗り継ぎ時間で互いの方面に、ね、乗り継ぐことができるようになっています。ちなみに国分寺線は西武線で唯一6両編成で運転をされているということで、旧2線系または、ね、新2線系の黄色い電車のみで運転をされているというね、面白い路線となります。ですがこの区間にもね、2024年度からですね、小田急の元8000型のね、新型8000系車両が投入されるということになっています。ここで左手に行きますと東村山本川越方面、右手に行きますと萩山小平高田馬場西武新宿方面となります。拝島線はここから先少々高架区間をね、登っていくことになります。一駅進みましてね、すぐに萩山駅に到着します。今度萩山駅では多摩湖線とね、乗り換えることができます。多摩湖線は多摩湖と、この萩山、さらには一橋学園、国分寺を結ぶ路線となります。国分寺まで行く路線とね、2度ここ連続で接続をするということになります。萩山駅はかなり面白くてですね、このようにホームの途中からですね、ポイントが分岐しております。多摩湖からやってきた列車で国分寺方面に向かう際はこの線路を使うことになっています。三島駅にもね、このような、線路の途中からね、ポイントがね、生えている線路っていうのはありますけれどもね、西武線のようなこのような身近な首都圏のね、私鉄にもこのようなものがあるんですね。さあ次の駅がですね、小平となります。西武拝島線は次の小平駅で終点となります。さあやってきました西武新宿線ですね。本川越所沢方面からやってきた線路です。この線路はダイレクトに3番線に入線をします。ちょうど止まっていますね、3万系スマイルトレイン、おそらく本川越行きでしょう。ここで新宿線と平面交差、西武線というのはですね、平面交差が非常に多い路線としてもね、鉄道会社として知られています。さあ小平駅に到着です。ちなみにですけど、 JR 新小平駅とね、みんな名前がかなり似通っていますが、もう場所上地はね、全く異なる場所にありますのでご注意ください。 JR 新小平駅から一番近い西武線の鉄道という駅というのはですね、西武多摩湖線の青梅街道駅となります。どうやらこの小平駅で運転手さんが交代をするようです。ちなみに小平で終点となる列車も運転をされています。拝島線は日中急行3本と、各駅列車が1本の合計1時間4本で運転をされています。なぜこのようなね、運転本数となっていますかというと、拝島駅からね、乗り継げる五日市線や八高線がね、30分間隔での運転となっています。それの乗り継ぎを、便利にするためにこのようなダイヤとなっているようです。さあここから列車は新宿線に入っていきます。新宿線は池袋線と並ぶ西武の2大幹線の一つです。この先、花子金井、田梨、上石寺、鷺宮、高田馬場の順に停車をしていきます。
列車は田無駅に到着となります。田無は二面三線の構造となっておりまして、特に新宿方面からの各駅停車が多数折り返しているような駅となります。さあ、この田無から先はついに通過運転が始まります。新宿線では急行の上にさらに上位の無料で乗れる優等種別として通勤急行というものもあります。通勤急行はですね、朝本館を始発で1便のみ運転をされているかなりね珍しい列車となります。以前はねもう少し本数があったんですけどもね、コロナ禍等もありまして減便が続きております。さあ、この先はね通過運転となります。23区に近づいてから通過運転を行うということでね、延期分離がかなり意識をされています。西武新宿線は1日1便というね列車がかなり多く、快速急行なんかもね土休日のね朝本川越方面1本乗りが運転をされています。列車は東伏見を通過いたします。2面4線ということでですね、準急列車と各駅停車の接続や急行のね台風など特にラッシュ時を中心にね活用が行われている駅となります。列車は上石寺に到着となります。各駅停車と乗り継ぎができる最後の駅となります。ちょうど待っていますね。各駅停車の西武新宿駅です。西武新宿線の各駅停車というのは全て8両編成で運転をされています。これは田無から先の駅で一部8両編成までしか対応していないホームがあるということがね原因となっております。さあ、列車は上石寺を発車、次は鷺宮です。あちらには上石寺のね、留置線が設けられていますね。かなりたくさんの列車が置いております。2万系や西武1000系、さらには、東急失礼西武6000系の 6001F2F でしょうか、量産線工場がね止まっておりました。鉄道ファンの中ではね金六と呼ばれてね親しまれている車両となります。列車は鷺宮到着です。この鷺宮出ますとね最後高田の馬場まで停車をしないということになっています。下り川越橋間方面の列車はこの駅で退避を行うことになっており、ちょうど日本初めての各駅停車が退避を行っておりました。さあ、列車は高田馬場に到着となります。ちょうど JR 線の高架をくぐりました。ここは西武線で最も急なカーブ、さらには最急勾配区間となっているところでございます。ということで2面2線高田馬場駅に到着です。西武新宿よりもこの高田馬場の方が乗降客数が多くなっております。西武新宿はかなり新宿の外れの方、歌舞伎町の横に到着しますので、JR 線や地下鉄線の乗り換えでいうとこの高田馬場の方が利便性が高いということでしょう。新宿線におけるこの列車の詰まりというのは日常茶飯事、当たり前の光景です。さあ、最後の一区間となります高田馬場西武新宿間となります。この区間はね、都心区間では最も速い区間と言っていいでしょうか。まあ一駅ですしね、特急から各駅停車まで全ての列車が同じ停車駅となっておりますのでね、まあ、80キロ90キロほどはねスピードを出していきます。
島駅を経ったのが12時19分、そこからおよそ50分かけまして終着西武新宿駅1番線に到着となります。西武新宿駅到着は折り返し列車急行本川大井行きとなります。西武新宿駅は2面3線ということで、まあ、かなり、ね、設備が、ね、狭いということで、ね、なんとか、ね、折り返し時間を短縮することでやりくりをしているように見えています。特に朝ラッシュ時なんかは、ね、もう大変忙しい駅となっています。さあ平日の昼間にもかかわらず多くのお客さんがこの新宿駅に降りていきます。利用者数の多さがというのがね見て取れます。西武2000系もねだいぶ数が少なくなってきましたので、ね、今後もこのような動画はね撮っていきたいと思っております。いやしかしですね旧2000系が来なかったっていうのはねちょっとショックなことではありますね。まあ車両運用のね都合等もありますので仕方ありません。とりあえずはね乗ってきた列車をね見送っていきたいと思います。いやーでもねやっぱ諦めきれないんですよね。ちょっとね旧2000系につきましてはねこの後どうするかっていうのはね検討をしたいと思っております。とりあえずね急行本川越行きが発車をしていきました。ということでご視聴ありがとうございました。とは行かないんですよね。噛んじゃいましたね、はい、ということでですね10日後、11月11日、今日はポッキーの日です。今からですね急に線形急なんですけどね乗りに行きます。てか来ました。ここは西武新宿駅3番線、今度は各駅停車がね停車する方もとなります。この日は各駅停車でどうも急に線形が走っているということをね、確認しましたので乗っていきます。おー、ついにやってきました。こちらはまだ新2000系ですよ。6+2の8両編成です。折り返し各駅停車田無行きに乗っていただきます。この6両編成、こちらがまだね普段は西武国分寺線なんかでね走っている車両となっております。特にこのね後ろ2両に注目ですね。パンタグラフがね2機ついていたらもう急に2000系というのはほぼ確定なんですけども、さあどうでしょうか。お、あの窓の形は間違いありません。来ました、これが旧2000系です。現在西武鉄道では2両編成2本4両しか残っていない車両です。うわ、とても貴重です。いやーやっと乗れますね。こちらは旧2000系の中でも最も新しい車両でしてね、まあ、旧2000系とねこの車両と新2000系ほとんどもう車齢にはね差がありません。そのためねこの時代になってまだ生き残っていると思われます。さあ乗っていきましょう。念願の車両です。車内の雰囲気はね、まあ、リニューアルはされていますがね、それでも古い時代の、ね、ものをね、雰囲気を残しています。ドアのエンジンもね、初期の車両とね、全く同じですよね。当たり前です。車両と言いましても現在乗っているこの旧2000系というのはねリニューアルが一番最後に行われたものになりますので、基本的にはね新2000系のリニュー車内リニューアルが行われたものと大差はございません。しっかりとね車内放送自動放送というのもね搭載を行っていますし、座席もですねバケットタイプのものにしっかりと交渉されています。ただですね座席の一番端にあります袖仕切りに関しましてはデビューした当時と、ね、同じものをね使用しています。なのでですね、今のような、一体的な壁のものではなくパイプ式となっています。高田の馬場駅の直前では先ほどみたいに、ね、かなり列車が詰まっているということで、ね、ドロドロ運転が行われています。時刻もね、間もなく夕方5時になるところ、通勤ラッシュ帯がね、すでに始まっているようです。列車もそれに合わせてどんどん増発が行われています。ということでですね、16時50分列車は高田の馬場駅に到着です。いやー最後ね、タイトル3名先にならないようですね、まあ、なんとかね西武旧2000系乗ることができましたので、まあ、これで、ね、お許しいただければなと思います。旧2000系ですけども基本的には、ね、平日は、ね、走っております。2本ありますので、ね、基本的にどちらか平日は、ね、運行します。